皆さんおはようございます、では引き続きカルトオブザラムやっていきましょう。もう大変だよこれ。あ、でもこっち前回やったんじゃなかったっけ。なんじゃこれ。鹿ですか。命をください。よいしょ、助ける。あれ、これを出たら、椿。ん？また炎の魔弾。なんか木材もらった。よし。こっちか。あ、こいつやこいつ。
あーまたやまた負けましたわ。すいません。申し訳ないでやんす。次こそは、あ、あ、これはあれだ。あ、ちょっと待って。だからバヤの。なんだよこいつ。オッケー。これや。新しい教場を布告する。戒律石を使うことで教団における新しい教場を宣言することができる。カテゴリーから好きな教場を選択し、儀式特性、信者アクションのいずれかをアンロックしよう。難しいんじゃないかい。4面火を囲んで踊り、教団の信仰を上昇させる。行ってみよう。まあ、とりあえず説教もしとこうか。何儀式って。あ、これなんかややこしそう。説教、儀式を行い、信者の要望に応えることで信仰を高く保つことができるだろう。だが儀式を行うには倒した敵の骨を集めねばならない。やつらの死体を破壊し骨を集めるのだ。古き信仰の知恵と伝え向かい、倒した敵から骨を集め、より多くの信者を迎え入れよう。それが終わったら帰還し、この教会堂内で儀式を行うといい。教会堂内で儀式を行うことで信仰を上昇させたり、教団内の問題を解決したりすることができます。儀式は倒した敵から得られる骨を使うことで実行できます。異教徒を倒したら忘れずに死体を破壊して骨を集め、その骨を使って教会堂で闇の儀式を行いましょう。あ、
んかさ、毎回毎回さ、鳥に食われてんだよね。不届き者はもう物とも言わず、葬り去る。はい。難しいなぁ。ていうかここにベリーが全く咲かなくなったんだけど、どうしたもんじゃらほい。何？素晴らしき教祖よ、所属した教団から解放された、追放された高齢者たちが余生を楽しく過ごせる場所を探しているようです。彼らを迎え入れたらどうでしょうか。はい、助けてあげましょう。私はあと数日で息絶えるでしょ。牛でしょ。
ベッドがないんだ。あ、これ大変だ。あ、違う違う違う、ここに、おじいちゃん、ということで次回はね、また古き信仰の地に行って骨を集めます。え、何何、え、ベッドが不足してるで、ベッドあるやろ、あ、壊れてる、え、これどんだけ早く壊れんねんこれ。あ、でもなんかさ、終わろうと思ったけど終われない。ということで、その後にね、教会堂で何らかの儀式を行うということを言われたいと思います。まあ、今回はね、ちょっと短いですけど、ご視聴ありがとうございました。野坂陽でした。